どうも、レアルのスタッフってスキンヘッド多めでおなじみレオダフトボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール2本目。2本目はですね、レアル側の視点からクラシコを分析していこうかなというふうに、そんなふうに思っております。というわけで、この試合ですね、まあ、2対3でレアルが、敗戦してしまったわけなんですけれども、スタメンのこんな感じになりました。はい、これね、スタメンの方4-3-3になってますけど、守備の時は、最初はですね、ベイルが左に入ったので、ベイルが左の 4-4-2 みたいな感じになって、ベンゼマ、クリスティアーノ・ロナウドの、2トップですね。レアルファンの方にはおなじみの、そういった形になっていると思います。戸田さんがね、事前インタビューでモリエンテスと話したね、動画見たんですけど、まあモリエンテスにね確認取ってまして、なんで、ベイルが下がってクリロナ・ベンゼマが残るのかっていうところで、まああの守備のバランスがそれだと良くなるから、ベイルが一番守備できるからそうしてるんだよっていう話を聞いて、戸田さんが確認できて良かったって言ってまして、まあそういったね質問をしてくれるところ、こうね、あの体のいい、もうどうでもいいね、週末の家族との過ごし方とかを聞かないでくれるところが、まあ戸田さん好きだなっていう風に、そんな風に、思いました。そしてですね、この試合ですね、まあ、あのレアルかなり押し込んでましたね。それはですね、きちんとバルセロナの対策をですね、ジダンが取ってきたからだと思います。このですね、4-4-2 の、バルセロナの守備、パコ・アルカセルが下がって 4-4-2 になりますんで、1本目の動画でも説明したんですけれども、まあ、あのレアルと一緒で、スアレス・メッシが下がってこないんで、この 4-4-2 の、ブロックの前のところは比較的自由にボールを持てるんですね。なんでそこでですね、まあ、セルヒオ・ラモス、クロース、モドリッチが、まあ、メインになるんですかね。この3人がメインになってボールを回してですね、サイドの空いた選手にボールを送り込むと、そこでですね、まあ、あのサイドの選手から仕掛けたりですとか、マルセロ、カルバハル、この辺の選手がですね上がっていってクロスを上げて中の選手たちで仕留めるっていう感じで、まあ、クリロナの周りをベンゼマが動き回ってっていう感じで、本当にですね、あのバルセロナの一番弱い部分、揺さぶられてサイドの1対1で、かわされてクロス上げられて最後仕留められる、センターバックだけならまだしも、逆サイドから絞ってくるサイドバックっていうのがセルジロベルト、ジョルディアルバっていう空中戦強くない2人なんで、その辺研究してきたと思います。なんでこの辺がですね、怪我明けのベイル、まあベイルが出るって言ったからっていうのもあるんですけど、強行出場で使った理由、やっぱりあのヘディング空中戦のところですごく強みになりますね。ただですね、ベイル、この試合ですね、そんなにドリブル突破鋭いものを出せてなかったのと、イスコはドリブル突破得意でクロスもいいものを持ってますね。そう考えると左に、イスコを置いてセルジロベルト、そういったね、突破型の相手に弱いっていうのもありますので、セルジロベルトの方から、ガンガン1対1仕掛けて、ジョルディアルバとクリロナのマッチアップの差を使うっていうのも良かったんじゃないかと、なんかやっぱあの状態のベイルを見てると、本当交代枠1枚無駄にした感がすごいあるなっていう風に、そんな風に思いました。でやっぱりキック精度ですね、本当に強いプレッシャーを受けた時もクロースだったりモドリッチは、かわしてそのまま前線につなげたり、かわさなくてもその状態でうわそんないいクロス出せるとか、そんないい、ロングパス出せるみたいなのが、ありましたんで、この辺はですね、もう本当レアルマドリードが持ってる両サイドの攻撃を生かす前の下準備の段階でちょっとクオリティが違うなっていう風に思わせるポイントだと思います。これですね、BBC の動きの話なんですけど、これですね、バルセロナ、BBC が、前線で動き回って下がってきてね、中盤の、イニエスタだったりブスケツの横でボールを受ける時ですね、この時にですね、バルセロナついてこないんですよ、その下がっていく BBC についていかないんで、その辺でボールを受けて散らすっていうですね、ただロングボールだけだったら、まあサイドにね、選手がすぐ寄ってって簡単に対応できるんですけど、その中にね、選手をわざと集めさせて、サイドを開けるっていうような、そんな動きをね、BBC こうやってくれますんで、その辺なんかもこうレアルのメカニズムとしてすごくいいところなのかなっていうふうに思いました。なんでですね、ポゼッションの時はバランスよく散らして、サイド使って、で、カウンターの時は縦1本使ったりとか、本当ね、レアルの方がすごく、バランスいい攻撃をできていて、それがね、もう枠内シュート本数にも、もう圧倒的に現れてると思うんですけど、それをね、最後ね、手足提言っていう、このね、今回、大当たりのキーパーがいましたんで、いつもこんなにいいわけじゃないんですよ。でも、いいキーパーがいましたんで、その辺がちょっとね、残念なところだったのかなっていうふうに、そんな風に思います。でね、守りの対策ですね、1本目でもちょっと言ったんですけど、やっぱりブスケツをフリーにさせすぎた。ただこの辺は、ベンゼマとクリロナにどのぐらい
ぐらい守備のタスクを課していいのか、うん、本当に優勝したいんだったらそこ頑張れっていうのかもしれませんけど、ちょっと1試合ね、消化が、こっちがね少なくてレアルが少ない状態で、選手のモチベーションを上げきるって言いますか、こういったスターのモチベーションを上げきるのが厳しいのか、また攻撃の時にエネルギー残しといてもらわなきゃいけないのもありまして、この辺はちょっとバランス見て、うん、どっちがいいとかね、もうこれ勝ってたらこれでいいわけですから、ちょっと結果論なんでね、言いにくいところありますね。ただこの試合に関してはやっぱりブスケツをフリーにしないシステムを作るべきだなって思いました。なんでね、後半からブスケツに対してはですね、ベンゼマだったりクリロナが、パスコースを塞ぎつつ、それでもかわされた時はカゼミロがですねアンカーの位置から出てって潰すみたいな風に、していましたけど、この辺はですね僕カゼミロ自身の判断でやってほしいなっていう風に、思いました。バルセロナはこういう状況だとブスケツとかピケとかその辺の選手が修正していくっていうところあるんですけど、カゼミロに関しては後半の修正入るまでそのままね、もうやられっぱなしでしたので、この試合は、メッシを乗せちゃったのもありますし、この辺でですねゴールは決めましたけど、カゼミロは、自分が出ていくのか、もしくはですね前線の選手にパスを出させないように、このね、ブスケツに対してマークをつかせるのか、まあ、クリロナとね写真撮影の時膝に足を置ける人ですから、うん、そのぐらい言えるのかなっていうふうに思ったんですけど、まだ言えないようなんで、まあ、その辺の相手を機能させてしまっているポイントを見つけてコーチングするっていうピッチ上の指揮官に今後カゼミロがなれるかどうかっていうのが、すごい注目のポイントだと思います。でそれでですね、後半からジダンが修正しまして、まあ、さっき言ったようになったんですけど、ただジョルディ・アルバへのマークが、ちょっとねまあ3万というかきちんと役割を、決めきれてない、ユムティティに対して、モドリッチが出ていった後にその後ですねジョルディ・アルバが高い位置を取った時にカルバハルが上がってくると今度裏に抜けようとするアルカセルが怖いみたいな、そんな状況ありましたので、この辺で前からプレスをかけていくんだったら誰に誰をはめていくかみたいな、ただこういったサッカー普段レアルしてないんでちょっと付け焼き場になるんで、うん、この辺もちょっと戦術家としては後手な対応になるんだろうなっていう風に、ただレアルをこの引っ張る指揮官としてはこんなやり方しなくても今までね勝ち点稼いでますんで、まあ、この辺はこの試合で僕気づきましたけれども、ただ今後徹底させることによって他の武器が失われるっていうことを考えるとちょっと厳しい要求かなと思います。ただですね、一つ言えるのはそのブスケツに対するマークを例えばベンゼマにつかせたとして、中盤のマッチアップクロースにラキティッチ、カセミロはメッシについて、モドリッチが、イニエスタにつくとかいうそんなやり方していいと思いましたし、この試合やったようにですね、前から行くっていうになるとメッシが浮いた時にセルヒオ・ラモスがですね、前に出てってメッシを潰そうとするんです。ただこれがですねちょっと遅れてメッシが前向けるみたいな状況あって、イエローっていうかレッド出たシーンもそうでしたけど、これですね、セルヒオ・ラモスがですねマルセロの裏のスペースもセルヒオ・ラモスって見てるわけなんですよ。マルセロの裏のスペースに走っていくスアレスだったりラキティッチを見ながら、そこのね攻撃の時にマルセロの後ろ俺いるから大丈夫だぞっていうのをやりつつメッシも見てっていうのはさすがに厳しいと思うんで、そうなるとこの守備の対応で、うん、カゼミロがですねガンガン前に行くっていうのもブスケツ抑えにありだと思ったんですけれども、ただ、ラモスの、能力を、まあ、過信というかラモスに負担をかけさせすぎてしまってるなっていうふうに、僕は思いました。で36分ベイルが怪我して、マルコ・アセンシオが入ります。これはですね、まあ、ベイルと同じ役割ですね、外から仕掛けて、中で、逆サイドからクロス上がってくるときはヘディング待つっていう感じで、まあ、イスコよりもアセンシオの方が適役だろうということでこれ入ったんだと思います。そこでこんな質問いただきました。パウロさん、アセンシオにそんなにポテンシャルを感じません、今日の動画で説明してくれるとありがたいです、というわけで、はい、これですね、試合見てると後半はですねちょっと運動量が落ちて散漫になったんですけど、ジョルディ・アルバへの、マークだったりとか危険なスペースを埋めるのがうまいですね。ベイルだと中へのスライドが遅れたりとかしててですね、中盤のスペース開けてしまってちょっとモドリッチが大きいスペース見なきゃいけないとかあるんですけれども、このね、マルコ・アセンシオの場合はそこね、ちゃんと、こう紐で繋がってるとかね言われますけれども、モドリッチが、逆サイド絞ったら反対側からアセンシオが絞って埋めるみたいな、そういった戦術的な動きができるっていうのはありますし、まあ、攻撃の時もハイライト見ていただける方はねもうわかると思うんですけれども、結構ねサイドバック裏を狙ったり、フリーな位置でねボールを受ける、そのボールを受ける位置っていうのはすごい考えた、ポジショニングしてるなって思いますんで、もともとテクニックの高い選手、ドリブルで突破できますし、トラップもすごい柔らかい選手なんですけど、そのトラップをする位置、ドリブルをする位置っていうのをすごくですね、まあ感覚がすごい人なのか、もう
本当にですねベストなところでやる、うん、能力が高い、ベストかどうかはちょっとまあ分かんないですけど、非常にですね効果的なところでやってるような、そんな印象を受けます。なんでテクニックをすごい実用的に使える選手なんだなというふうに思いますんで、そういったところでこのままですねこれが、経験になってね、フィジカルもこれからどんどん上がっていって、一試合通してそういうことができる選手になったら本当に怖い選手に、今後なるんだなって思って、僕はそういったところで、丸川選手をすごいなって思います。でですね、今言ったようにアルバへの対策がですねきちんとなってないところで、ジョルディアルバがフリーになって、まあラキティッチのね、ゴールもそうでしたけど、外に開いたアルバがですね折り返したところ、またですね最後のね3点目もそうでしたけど、やっぱジョルディアルバの上がりからっていうところあるんで、このジョルディアルバをどう抑えるかっていうところも一つ弱かったかなっていう風に、そんな風に思いました。なんでこの試合、バスケスがちょっと招集外だったんですけど、この試合こそ、バスケスが必要だったんじゃないかなっていう風に、普段の試合だとねルーカスバスケスいろいろ叩かれがちなんですけれども、こういった試合こそああいうね仕事人系の、うん、サイドアタッカー必要なんじゃないかなっていう風に、そんな風に思いました。でですね、81分、ベンゼマ引っ張りましたけれども、ハメスに交換します。ここでこんな質問をいただきました。エルニーノさん。レオさんいつも動画見てます。クレーのレオさんには申し訳ない質問なのですが、ジダンが最近好調のイスコではなく、ハメスを投入した理由って何なんでしょうか？結果的に大当たりでしたけど、というわけで。はい、これですね、2対1になった状況からのハメスの投入でした。これ先ほど言ったように、バルセロナのディフェンス、このね、前線のフォワードが下がってきても、無理やりついていかないので、基本、待ち受ける守備になります。待ち受ける守備で、ミッドフィルダーとの距離を縮めてますんで、なんで、チャンス時代を作れてなかったら、イスコの投入っていうのはあったと思うんですけど、今回チャンスは作れてるけど、中でですね、ちょっと効果的な動きが、まあ、できなかったりですとか、そこのフィニッシュの精度が弱かったりとかしてた部分ありますので、ベンゼマに変えて、ベンゼマの動き自体は多分、攻撃の時の動きの、その、ジダンが求める質っていうのはすごいあったと思うんですよ。現にすごいね、動き出しで、バルサ撹乱してましたし、そういったところで、ゴール前でのオフザボールっていうのを考えると、イスコよりもハメス・ロドリゲスっていうのが今回投入するには適した人材だったんだなっていうふうに思います。なんでね、ジョルディ・アルバがマークついてたところを一気にニアに行って、マーク受け渡せない状態にして、ゴール決めましたし、この辺さすがの時短采配だったんですけれども、ですけれどもですね、さっき言ったように、後ろから、ゲーム作られやすくなってる、ブスケツをね、今回ね、なんとかマークしましたけれども、ブスケツへ対応した後に今度、ピケが上がってきてドリブルからパスしたり、ゲームメイクしてましたね。ああいったところでやっぱり、ピケを今度抑えなきゃいけなくなるんですよ。ただそれをですね、今度できなくなってたので、もうちょっと早めにベンゼマとハメス交代して、そこを抑える役割やりつつ、今回みたいな仕事させてたら、後ろからね、簡単にボール入れられないんで、ああいったね、セルヒオ・ラモスの対応にもならなかったと思いますし、もうちょっと早めに動けなくなってた守備でですね効かなくなってたベンゼマに変えてハメス入れてあげたら、まあビハインドの状況にならずに、ハメスの良さを活かせるっていうことになってたと思いますんで、まあジダンの、うん、ベンゼマへの信頼がありすぎるあまり、まあなったことなのかなっていう、そんな風に思いました。で、攻撃面での改善点、これだけね、これちょっとあんまり言ってる人いないんですけど、やっぱりサイドからのクロスっていうのはレアルすごい武器だと思うんですよ。確かにサイドからのクロスで得点になってたんですけど、途中からですね、やっぱりイニエスタがカバーできる範囲すごく狭くなってるんですね。特に1試合見れる方は切り替えの場面見てほしいんですけど、イニエスタが埋めなきゃいけないスペースだったり、つかなきゃいけない人、すごく緩くなってるんです。これがね、カウンターの時、切り替えの時だけじゃなく、普通に待ち受ける守備でも、やっぱりイニエスタがそこを埋めなきゃいけないんじゃないかっていうところで、ブスケツと、真ん中のね、442の真ん中の距離が、空きすぎて、すごく、まあ、思いっきり弱点になってるスペースできていましたので、そこにですね、さっき言ったように、ハメスとかいたら下がってきて、そこでボールを受けてとか、まあ、イスコでもいいんですね。まあ、442の形を、クリロナトップの4231みたいにして、そのイスコブスケツ感を使う選手がいると、中で起点を作る選手と、外からのクロスで、まあ、バルセロナが対応しきれなくなっただろうなって思うんですけど、その辺は結構ですね、外に、攻撃がちょっと寄っちゃってたかなっていう風に、そんな風に思います。こんな感じで、いかがだったでしょうか。レアル側からですね、レアルが勝つための方法っていうのをちょっと分析してみました。皆さんのコメントお待ちしております。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るから、ぜひ